おはようございます。やっほー。そう、今日は香川県で花だれ公園行ってありがとう。寝れましたか？眠すぎる今日昨日なんか謎に寝れなくて、でも気づいたら寝てました気づいたら寝てたけど、あのなんていうの、寝るまで、寝るまでに時間かかった。イースト、ありがとう。最近四国行く機会、あ、前の徳島ってこと？雪様の、確かに最近いろんな県に行くこと多いかも。ひくえんさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。ありがとう。そう、今日は夜公演だから泊まるんですよ、普通に。何で行くか迷う。あのキャリーケースで行くか行くで行くか、どうしよう。イースト、ありがとう。行ってみたい県、沖縄行ってみたい。でもなんか暑そう、めっちゃ。でも北海道もめっちゃ昔ちっちゃい時に一回行ったことあるけど、もう一回行ってみたいですね。今日の花だれ行く、ありがとう、嬉しい。やった。全力リオツンコールお願いします。そう、リオは福フェスは出ないから花だれだけです。今日の花だれ香川。確かにうどんありえるかも。うどんワンチャンあるかも。ワンチャンありそう。誰と同部屋か、それは行ってみないと分かんない。そう、ホテル着いてから、じゃあ何々さんと何々さんはこの部屋ですって渡されるから、マネージャーさんに。そこで分かるんですよ。そこで誰と一緒の部屋か分かるから。そもそも2人部屋か1人部屋かも分かんない。今日 2.5、 そう、みんないます、みんな集合。嫌です
嫌ですわ。ちょっとさすがにね、嫌ですは言えないと思います。もう気まずくなるじゃん。今何話そうとしたっけ、忘れちゃった。一人部屋でも大丈夫な人？一人はやっぱ怖いじゃないですか、普通に。なんかさっきまで平気だったけど、なんか急に幽霊を想像して勝手にね、自分で幽霊を想像して急に怖くなることも多々あるんですよ。だからそれで言うと二人部屋の方が怖くないし、全然じゃけど、まあ二人部屋ってことはさ、誰かと泊まるわけじゃないですか、同じ部屋で。なんかそれはさ、もちろんさ、人間誰しもその二人部屋の時と一人部屋の時のなんていうのね、伸び伸び度は違うじゃないですか。でもリオは怖いから二人の方が好きかも。香川で待ってる？行きます香川。いい人ありがとう。和室の一人部屋ってあるの？リオ、そんなのなったことない。え、怖すぎじゃろ。怖っ。え、めっちゃ怖いじゃん、そんなの。襖とかこうやって見てるよ、絶対怖いじゃん。怖いね。宮崎で待ってる。ちょっとね、行かないですね。リオ先輩となったことないよ。日本人形やば。ワイも香川行けたら行く。嬉しい。行けたら行くって流行ってるの最近？そういうわけじゃなくて。行けたら行くって言ってる人めっちゃ多い。なんか流行ってるのかな。流行ってるのね、和室って怖いよね。怖い。関西人の決め台詞、あ、そうなん。行けたら行くわ、行かない？そうなの。確かにリオそういうイメージです。リオもそういうイメージ。行けたら行くわ、ほぼ行かない。ほぼ行かないで決まり。55分になったら男女見ます。あ、そう、じゃあ昨日ね、家族で大爆笑したことがあって、あのなんか笑顔の練習をしてたんですよ、パーナが。パーナがなんか笑顔の練習をしてて、な、練習っていうか、なんか
まあ何笑顔してみてみたいに なって、で笑顔したんですよ。そしたらパーナにエクボが爆弾してそうエクボができたんですよ。マジで面白かった。いや今までもうね一緒に過ごしてきて、エクボなパーナのエクボなんてもう見たことがなかったんですよ。そしたら昨日初めてなんかパーナにどっちともちゃんとエクボがあって面白すぎる。そうだからパーナの顔じっくり見ることもないけんさ、なんかめっちゃ面白かった。そうエクボがパーナエクボ爆誕しましたそうエクボができた。逆遺伝くんリオができたからパーナができたの、おもろ。やだ、夏痩せられたのでは。全然痩せてないよ逆になんか太ったよ。いや確実に言える、もうパーナのエクボはもう一時的なエクボですねだって今まで見たことないもん。一時的なエクボだから期間限定です。そう期間限定だから、リオのエクボは別にパーナの遺伝ではないと言いたい。マーナはエクボないね。そうリオのエクボはあの違います、遺伝じゃない遺伝じゃない。メーナがメーナストップストップ、フォローありがとう。ね、今日の髪型決めてない、決めよう、何にしようかな。おでこ出さないよ2公演連続おでこはちょっとは出さない。並びありがとう。今日エクボ見に行く見に来てエクボ。あやばい55分ありがとう。壇上読みます。13位、台湾高尾さんありがとうございます。12位、ちょうど買った。13位、門町さんありがとうございます。12位、コアラさんありがとうございます。11位、日傘のタッキーさんありがとうございます。10位、昔からおじんさんありがとうございます。9位、梅っちさんありがとうございます。8位、小山っちさんありがとうございます。7位、あやさんありがとうございます。6位、シャガラピーさんありがとうございます。5位、ヨーカノさんありがとうございます。4位、ラクラクさんありがとうございます。3位、ヨシココくんさんありがとうございます。
2位鈴鹿さん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バーン、ゆずきちさん、ありがとうございます。皆さん今日は香川県で花は誰のもの公演、よろしくお願いします。当日券があるので行ってみようかなって思う人はぜひ来てみてください。配信もあるので見てください。1位ゆずきちさん、あ1位ゆずきちさん、ありがとうございます。そう、ぷーちゃんが、ぷーちゃん、先ほど対戦ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。リオのペンライトカラーは黄色、紫、お芋カラー、コールはリオツンです。よろしくお願いします。皆さん恥ずかしがらずにコールしてください。おかりよしの皆さんなんか特に花だれ、おかりよしのみんなとか関係なく、花だれはあんまりリオツンコールが聞こえたことがなくて、たまに聞こえるんですけど、二人割りとかだったらたまに聞こえるけど、なんかいやあんま聞こえたことなくて、そう、なのでもっとリオツンコール聞きたいです。チケンさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。なので皆さん、リオツンコールたくさんよろしくお願いします。今日注目して聞くのではい、注目して聞きます。それではバイツー。あ、夜は配信ないです。あ、ショールームね、このショールーム、バイツー。